ロストイン,ツンビッパ毎度田中でございます皆さんご機嫌麗うらしいございますか今回は漫画の方を紹介していきたく思います。紹介する作品はこちらババンと僕のヒーローアカデミア30巻にゃこちらの作品紹介していきたく思います。 前々回に引き続き僕のヒーローアカデミアの30巻紹介していこうと思うんですけども、まず帯、シリーズ累計、 5000万部突破ということで、世界で5000万部発行部数あります。というね、超メガヒット作品となっております。そんな僕のヒーローアカデミアの30巻、どんな内容で、どんな面白さがあるのかというのをね、またネタバレ100%あり、田中の偏見妄想を含む内容でお話ししていきたく思います。そういった偏見妄想ネタバレ NG ですという方は、ここから先見ないようにお気をつけくださいませ。はい。では僕のヒーローアカデミア30巻、語っていこうと。 思います。まずは、ざっとあらすじ。前回に行き続き、しがらぎとむらを倒そうと奮闘するナンバーワンヒーローエンデバーとデク君。それとは別にヒーローたちは、ヴィラン連合を相当すべく戦い続けているという、こういった内容なんですけども、この30巻の一番の見どころといえば、ダビダンスですね。 ダビというのが、実は、トドロき家の東屋という長男であったというのがわかるシーンなんですけども、ダビが、とどろケ家の長男の東屋だったっていうことに、驚くことって、なかったんですよ。その、意外性がなかったとかじゃなくて、あ、そうなんやぐらいで捉えてたんですね。あんまり考察とかしないので、へえ、と思って呼んでたわけなんですが、それよりも、このダビダンス、 読んでた時に思ったのは、もしかしたら、ダビダンスって、資料の盆踊り元ネタなんかなって思って驚いたんですよ。これ、万が一資料の盆踊り元ネタやったら、堀越公平先生めちゃくちゃエンタメシルドと。この一つか二つ前に、ドロロエンマくんばりの裸の卑弥呼が出てくるんですよ。卑弥呼って、長い号キャラクターを彷彿させるシーン、 を担当していて魅力的なんですよね。彼女が何かし変身するっていうのも長い号の変身具合と重なってるものがあるのかなと。自分と友達になれるかもと思っているお茶子に対して刃物を突きつけてね、殺しにかかれるっていうのも狂気を体で体現できるキャラクターとして見せているので長い号らしいキャラやなって僕は思うんですね。 で、そんな卑弥呼の話があった後に急にダビが、実は俺エンデバーの長男やねんって言い始める、この唐突感ね。一応炎の使い方でホークスとのやり取りで、なんとなく振りはあったけども、ダビダンスっていう文字だけ見ると死のダンスに見えるじゃないですか。多分ダビって線一本引けば死につながるというような何か意味込めてダビにしてるんじゃないかなって、 思うんですよね。ダビのダンスって死のダンス。で、死のダンスだけでも誰かが蘇るわけでもなく、ただただそのダンスを見るしかできないっていう、このね、見せ方が大切だと思うんですよ。つまり見るしかできない、動けないっていう状況を作り出してるんですよ。で、ダビという存在が生きてるか死んでるのか、よくわからないような、 存在としても見せてるということだとか、火傷している前、後で全然ちょっと見方が違うっていうのも、資料の盆踊りの女の人が急に金箔まきになるとか、あそこら辺と。<laughs> なんかね、似てるんですよ。オープニング始まるみたいな。あんな感じがあるんですよ。ダビの始まりがここにあると。ダビオリジンやんっていう、こ、これなんですよね。ダビダンスってダビオリジンなんですよ。 オリジンというか、ライジングですね。トー野ライジングの方がしっくりくるのか。うん。ダビのオリジンでもないし、トー野のオリジンでもない、カムバックする感じがあるから、ライジングかな。<laughs> なんかそんな気がするな。<laughs> トドロキ家は惚れるなと思いましたね。で、そんなトドロキ家とは別に、 ミスター・コンプレツというね、マジシャンのヴィランが一世一代の脱出賞を開演するわけなんですけども、このね、脱出させ方がね、良くて、自分の体を自分の能力で削り取りながら、縛られた縄から抜け出して、できるだけ時間を稼ぎ、しがらぎとむラを逃がすという、こういった話なんですけど、このヴィラン連合の知ることってかなり古くて、 昭和とか平成で終わっていったそういう感覚気持ちというものをビランにさせてるんじゃないかなって僕思うんですよ。つまり自己犠牲の向こうに自分の守りたいものを守り通すというこういう見せ方だと思うんですよ。<music> ヒミコが長いーキャラクターを表示させてるのもそういう昭和の 素晴らしさと戦うヒーローチームという、まあ、平成から令和にかけてのキャラクターたちという見せ方をしている可能性があるんじゃないかなと。しがらぎとむらがアキラの鉄尾に見えるのもそういう意味があるのかなと思うと、28巻で思ったデビルマンやアキラという感覚はそんなずれでなくて、平成後期から令和にかけて書き続けているヒロアカが どのような答えを持って見せ切るのかっていうのを描く物語になってきているのかなと思うと、ヒロアカの背負っているもの、描くものっていう注目度は非常に高いなと思います。そんなダビこと、トとロき、トーヤの 名シーンとしては、末っ子のショートに抱きついて言うセリフで、ショート俺の炎でお前が焼けたらお父さんはどんな顔を見せてくれるかなという、1ページ丸々、ダビことトーヤの顔で、まるで泣いてるかのような炎で抱きついてるわけですよ。この顔のアップに込められた思いというのが、落ちるように父の必殺技を解釈熱を自分も使うという、ここね。 いやー、いいよ、めっちゃいいよ。<laughs> 気持ちを見せるヒロワカの描き方は、幅広い層の人が拾っていないような気もするんですよ。どうしても、アメコミヒーロー的要素が一つ挟まるとこあるんですけど、でもそれ超えて、見せる年代の幅はね、大きいはずだと僕は思います。ヒミコが、お茶子から、 好きに生きてた人を脅かすならその責任は受け入れなきゃいけないって言われた時に、うん、そうだねって涙もぐましく答えるシーンにもなんか、ある気がするんですよね。物語上そのままの意味で捉えるだけじゃない含みが、 あると思うんやけどな。な。そう見てくると、最後のデクくんが、しがらぎの顔を見たときに、お前の顔が助けを求めたように見えたっていうセリフも、また見え方変わってくると思うんですよ。ここまで来た昼は若だから、やろう。やらなきゃいけない気がするを、そのセリフに、しがらぎとデクにのっけてるような気が、しました。 ワンフォーオールの世界と共有される瞬間が今回あるんですけど、その時、ワンフォーオールたちは、しがらぎを止めるにあてて手をかざすという行為するんですよ。念力などの超能力を見せる時に、アギラの鉄王などがこう手を前にしてたようなことをするんですよ。で それは手をかざしてるに過ぎないものをデク君が手を差し伸べるという次の意味合いまで持ってくるストレートな物語を必ず見せてくれると。で、このストレートに見せるものをどこまでマジかっけいストレートにできるかっていうのがヒロワカの大きい課題であり一番難しいとんでもなくしんどいことだと思うんですよ。まっすぐ投げないといけないから。 でもそのまっすぐを今なら投げれる気がしますよね。堀越光栄先生。で、他にも今回はルミニオンも出てくるし、ベストジーニストが大活躍ですよ。ベストジーニスト。そう、ほとんど活躍するし、見てこなかったから、今回の大活躍はでかかったよね。<laughs> ビラン、ほぼ全員を捕獲するってかっこいいよね。 うんいや本当に面白い僕のヒーローアカデミア。もし読んでない方いたらぜひ読んでください。映画もついに公開されているので、映画も一緒にね、見てね、ヒーローアカワールドを堪能していただけたらと思うところです。はい、というところで本日は、堀越浩恵先生の僕のヒーローアカデミア30巻語らせていただきました。はい、あくまで田中の偏見妄想を含んだ感想でございます。皆さんがどう思ったのかはあなた次第。というところで本日はこの辺でまたで、これンドボ